マツダズームズームスタジアム広島です。広島東洋カープ対中日ドラゴンズ、このゲームの模様をお送りいたします。カープの先発は右の九里、対するドラゴンズの先発は右の根尾、この両投手の投げ合いです。さあ間もなくプレイボールです。右の根尾マウンドに上がりました。期待しましょう。注目の投球です。1回の裏、これからカープの攻撃に入ります。トップバッターは秋山。第1球投げました、ボール。まずアウトコース低め。第2球投げました、見送ってストライク。投球は3球目、投げました、縦のスライダー、ボール。第4球を投げました、直球ストライク、アウトローへ。第5球投げた、打ちました、ファウルボール。第6球を投げた、打った、バットが折れた、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッターは2番野間。野間背番号37。第1球投げた、初球を打った、中田ボールを掴んだ、中田そのままベースを踏んでアウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番中村。第1球投げた、外れた、ボール。投げた、打った、根尾取った、一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。根尾まずは初回をきっちり3人で仕留めました。2回の裏、1点を追いかけます。カープの攻撃、先頭バッターは小園。第1球投げました、見送ってストライク。第2球打ちました、中田ボールを取る、中田ベースを踏んでワンアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番坂倉。第1球投げました、初球空振り、いきなり150キロ。第2球決まった、ストライク。第3球を投げました、外、空振り三振。根尾見事なピッチングです。左バッターボックスは6番林。第1球投げました、打ちました、村松掴んだ、一塁へ送る、アウト、スリーアウトチェンジ。根尾この回ピシャッと3人で抑えています。2回が終了しまして1対0です。ドラゴンズこの回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはピッチャー根尾。第1球初球スライダー空振り、タイミング合いません。第2球投げました、内角低め、ボール。第3球を投げた、打ちました、あっと引っ掛けた、1・2塁間への当たり、クリ取ってアウト。3回の裏、1点を追いかけます。カープの攻撃、トップバッターは矢野。第1球投げた、危ない球。第2球投げた、カーバーストライク。第3球はアウトロー空振り、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。第4球を投げた、インコース低め、見逃し三振。右バッターボックスは8番二俣。二俣背番号99。第1球投げた、ストライク、いきなり150キロ。1球目空振りから投げました、変化球ストライク、アウトローへ。第3球を投げました、内角高め、空振り三振。二股全くタイミングが合いません。バッターはピッチャー九里。第1球投げました、直球見送ってストライク。第2球投げました、変化球ストライク、アウトコースへ。第3球ボール。さあ4球目、ストレートはボール、インコース低め。第5球投げました、打ちました、三遊間ライナー破っていった、クリナイスバッティングです。さあ2アウトから同点のランナーが出ました。バッターはトップに帰って秋山。第1打席はサードフライに倒れています。第1球第2球投げた、ストレートはボール。第3球アウトコース低め、ストライク、タイミング合いません。
投げた、ボール。投球これから5球目、アウトローを見送ってストライク。一塁ランナー自動的にスタート、三振。3回の裏が終わりまして1対0、ドラゴンズ1点リードは変わりません。カープ、この回は上位打線から始まります。先頭バッターは野間、最初のバッターボックスはファーストゴロに倒れています。第9、ストレート決まってストライク、いきなり153キロ。投球これから2球目、打ちました、これはファースト正面、中田自分でベースを踏んでアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは3番中村、最初のバッターボックスはピッチャーゴロに倒れています。第9、さあ次の投球、投げた、アウトサイド空振り、これで追い込みました。投球はこれから3球目、インコース低めいっぱい、見逃し三振。根尾、見事なピッチングです。バッターは4番小園、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。直球ストライク、アウトローへ、いきなり152キロ。第3球を投げた、外角高め、空振り三振。根尾、ここまできっちり1安打ピッチングが続いています。ドラゴンズ、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはピッチャー根尾、投げた、ストライク、まずは見送りました。さあ次の投球、投げました、打ちました、これはいい当たり、伸びた、伸びてライトを見上げた、ホームラン、ソロホームラン、ライトスタンドへ吸い込まれていった、ストレートを狙い打ち。根尾、なんとこの場面でホームランを打ちました。2対0、ドラゴンズリードを2点に広げます。リプレイをご覧ください。5回の裏、2点を追いかけますカープの攻撃。この回の先頭バッターは坂倉、今日の第1打席はスイングアウト、投げました、1球目ストレート空振り、いきなり152キロ。初球空振りから2球目ストライク。第3球は1球外してボール。第4球を投げました、ボール。第5球投げました、初球見逃し三振、内角低めいっぱいに決まった。先ほどのプレーです。バッターは6番林、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。初球見送ってストライク、まずは決めてきました、投げました、カーブはボール。第3球を投げた、ボール、低め。次は4球目、投げた、流し打ち、林、二塁を狙う、レフトからセカンドへ、林いいバッティングを見せました。ランナー1人を置いて迎えるバッターは矢野。第9、ストライク、いきなり150キロ。さあ次の投球、投げた、打った、ファール。第3球を投げた、空振り三振、矢野全くタイミングが合いません。右バッターボックスは8番二股、第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。打ちました、ファールボール。投球これから2球目、外を際どいボール。第3球を投げた、決まってストライク。第4球を投げました、低め、縦のスライダー外れてボール。さあ5球目、ストライク、空振り三振、ボール球で仕留めました。さあリプレイです。根尾、ナイスピッチング。前半が終わりまして2対0です。九里降板、左の堀江、今日2人目のピッチャーとして登板です。今日は配球にも注目したいと思います。ドラゴンズリードで迎える6回です。ツーアウトランナー1塁という場面で根尾、投げました、初球はストライク、いきなり151キロ。第3球を投げました、ストレート見送ってストライク、バッター追い込まれました。第4球を投げました、打った、流し打ち、ライナー破った、ヒットになります。1塁ランナー2塁を蹴って3塁へ、根尾ツーベース。さあチャンスを広げました。カープ追う展開で迎える6回です。バッターは堂林、第9、投げました、ストライク、いきなり153キロ。第2球、投げた、空振り、タイミング合いません。第3球を投げた、149キロ直球、空振り三振、根尾ナイスピッチング。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。打順は1番に帰って秋山、今日はサードフライと三振。第9、ストライク、
いきなり153キロ。第2球投げた、インコース低め空振り、これで追い込みました。第3球を投げた、危ない球。さあ4球目、変化球、空振り三振、4連続三振になりました。リプレイをご覧ください。バッターは2番野間。第9外角低めいっぱいストライク、いきなり150キロ投げた、外角球空振り。投球はこれから3球目、152キロ直球、空振り三振、根尾3球で仕留めてみせました。先ほどのプレーです。根尾ここまできっちり2安打ピッチングが続いています。7回の裏、カープラッキーセブンの攻撃に入ります。トップバッターは中村、今日はピッチャーゴロと三振、投げました、低めのボール引っ掛けた、セカンド左横のフライになりました。田中余裕があり取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは4番小園、今日はファーストゴロと三振。第1球ストレートはボール。投球これから2球目、内側いっぱい決まってストライク。第3球打った、三遊間ライナーで破った、レフト前のヒットになります。小園いいバッティングを見せました。バッターは5番坂倉、ここまで2打席連続三振。まずは一塁牽制、一塁タッチセーフ。第9投げました、初球決まってストライク、いきなり150キロ、一塁牽制、タッチはセーフ。第2球投げました、ボール。第3球を投げました、打ちました、ヒット。小園三塁を狙う、坂倉ナイスバッティングです。ピンチを広げています。ワンアウトランナー一塁三塁となりまして、田中投げました。第2球投げた、ボール。第3球を投げた、内角際どい球、ボール。投げた、打った、三塁ランナーホームに突っ込む、破った、中継、カープようやく1点を返しました。田中タイムリーヒット、ドラゴンズ見事勝利を収めました。本日の試合は中日ドラゴンズが勝ちました。勝ち投手ネオ、負け投手フリ、西武ライデル・マルティネスでございます。さて本日のヒーローはディカーソン、本当に今日は大活躍でした。